して、あの田中角栄さんの時にね、アフリカから向こうにその大統領の話が来てたんですよ。いずれにしても、ね、もうどんどんもう、なんか植物油が足りなくなってきてるんです。それの一番の大きな自慢で提供できるのは安いだろうなと思ってたので、ピンクが人材育成の助成金関係を示しています。で次の紙が海外派遣事業、若手企業人を募集しますという、この件の事業が。以上、よろしくお願いします。